皆さんどうも、ピーマンです。今回は俺と横浜の143日物語実況44回目になりますぞい。今回は広島3連戦の3戦目、5月の17日の試合をプレイしていきましょう。本日は、男気黒田 VS 久保の投げ合いになりますね。いや、ここまでマイケン・ジョンソン、防御率1点台コンビをですね、打ってきた横浜にとって、男気っていうのは、雑魚。お、雑魚。まさに雑魚。雑魚以外の言葉が見当たらない。探してみたけどね。なんてことないピッチャーなんで、ボコボコにしていきますよ。遠慮なくね。遠慮知らずっていうのが横浜の一つテーマですから、相手に、ね、遠慮しない、空気読まないっていう生き方をしていけっていうのをみんな教わってますからね。ボコボコにしていきますよ。このカードを勝てばですね、このカード、この試合ね、勝てばこのカードはね、勝ち越しで終えることができますから、ここまで1勝1敗と来てるからね、負けるわけにはいかないですよね。今回も試合はダイジェスト設定でチームがチャンスピンチになると操作していきますのでね。今日のベストだ、まず先発久保、調子もいい、抑えれるだろう。で、野手の方では、そうなんだよね、筒香が現在この怪我の違和感持ちなんだよね。そう、走塁してる時に足痛めたのかな。でも試合には出れる状況ですか。ただ今日打順をちょっと下げましょう。5番だね。で、4番にロペス。3番に、いや、ちょっと待って、3番にギグス。んで、荒波を2番。よし、これで OK でしょうか。このベストオーダーで戦っていきましょう。絶対に勝ちたいと思いますのでね。やってこーい。イエース。こんな晴れた日は2人で、よ、広島をボコボコにしちゃおう。しちゃうんです。こんな晴れてますからね。ボコボコ日和。ははは。黒田の成績面白いね。この防御率で負け越してる。いかにも黒田だよ。今日も負けるけどね。5敗目、おめでとうございます。やる前からわかる。おめでとう、黒田。日本に帰ってきてどうだい？ヤンキース以上に勝ててるかい？負けてるだろ。何しに帰ってきたんだい？わからないね。さて、2アウトランナー2塁1塁。いきなりピンチを招く男気だ。そして、筒香が粉砕してやろう。打点ランキングでは現在リーグ3位。28打点も稼いでますね。打率も3割3分8厘と高い。セリーグを代表するバッターになってますけどね。はい、いきなりクソみたいな問題。ありがとう。わかんねえだ、ほら。なんでほら、こんな問題しちまうんだろう。わかんねえだ。わかんねえから、わかんないまましとこう。わかる。必要性はないと思う。わからない方がちょっと幸せだしね。ほんで、いきなり2ベースを浴びる。わかるわかる。これはすごくわかる。もうね、びっくりしないっていうね。さて、久保頑張っていかないとね、今日、もうこのまま失点っていうのは情けないよ。勝つ野球をね、横浜見に来てる方多いからね、今球場に来てる横浜ファン、みんな勝つところを見たいんで。抑えていくんだよ。イエス！いいとこついてる。おー、高めいったんだけどね。何？しつこく当てる、なんだこのカット。カット能力は、新井さんはカットマンだったのか。はい、オッケー。これでも勝負が終わらない。これは、進塁打だね。よし、ようやく終わったよ。なんぼほど担がれとんねんっていうね。やべえな。で、シアホルツが、ここは引っ張りシフトを敷きましょう。引っ張りシフト敷いときゃ抑えれる。勝手に引っ張ってくれて。ジエンド。ジエンドですね。はい、オッケー。ど真ん中シット。でも、オッケー。全然問題ない。心配ない。問題ない。ないない。That's life. It's all right. ですわ。いいね。久保のドヤ顔。ピンチを招いてドヤ顔。かっこ悪いね。ピンチを招かずドヤ顔していこう。さて、バルディリスフォアボールからの送りバントで、いきなりチャンス。またまたチャンス。男気大したことねえな。これがメジャーでローテーションを張ってたヤンキースで投げてた。あれ？メジャーリーグって大したことないんじゃないのって。全然怖さを感じないね。いや、打っていきますよ。打てないけどね。さて、あっさり2アウトですね。ここでバッター、久保。今季は 6-2 で打率は3割3分3厘。自援護できるピッチャーだな。ここで打とうよ、久保。もう最近は自援護できないと勝てない風潮になってるからね。自援護しない、お前が悪いっていう空気ですから。球界全体がね。ここで打ってね、勝利を掴んでいこう。はい、どうだ。男気先から横になりまくりだね。ボール取ろう、ボール取ろうとめっちゃ必死じゃないですか。ピッチャーゴロが多いからね。これ見てよ。これもまた。ねえ、だいぶ疲れてると思うよ。3イニング、2イニングしか投げてないけど、気持ち的にはもう6イニング投げた気持ちでいるだろうね。あんだけ動かされたら。そしてまたもピンチ。絶対2ベースを1回に1本浴びないとダメな病気なのかな。落ち着かない。心が痛くなる。心臓が痛くなる。あ、そういう病気持ってんの？
不思議だね。野球選手やめたらどうだい？やめた方がいいと思うよ、そんな病気持ちならね。俺には理解できない病気だけど。誰も理解してくれないだろうね。僕こういう病気持ってるんですけどって言ったら、あ、そう、死ねばってなるよね、うん。はぁ、お手本のようなセンター前ヒットね。はい、あっさり1点ですよ。うん、大丈夫だよ、気にしない。1点なんてすぐ取れるからね。うちの野手陣は調子がいいですから。ちょっとフォークが甘く入ったかな。次、まあ次抑えてくれたらいいや。はい、盗塁成功ね。あっさり決められるんだね。何そのお手本のような決められ方ね。初球に決められてる、ダッセーな。少し考えてピッチングしろよ。なんでそういうとこ考えられないかな。はい、流された。この打球は梶谷に追いつくよな。はい、OK、ナイス。これで2アウト。いい打球だけどね。じゃあ次、男気か。男気はもう打撃に関してはめっちゃしょぼいですから。あ、でも2割5分打ってんのか。黒田が2割5分打てる日本っておかしくない？めっちゃ打撃下手くそな人だよ、この人。ねえ、なんでこんな打ててんの？よし、ここでは抑えますけどね。え？え？あっぶない、やめてくれよ。今落ちたな、内野安打もあるからね。いや、お前さ、そうやめて、本当に。ね、誰よりも俺が悔しいみたいな。お前じゃねえんだよ、悔しいのは。横浜ファンと俺だよ。お前が打たれる。なんでお前がグローバーやってんの？俺がやりたい。お前を壁に叩きつけてやりたいわ、気分的にはね。できないけどね、そんなことは。やっちゃうさ、問題になるからね。グラブを叩きつけるのではなくて、自分を傷つけなさい。物に当たってどうする。だからお前は弱いし、二流なんだよ、いつまで経っても。さて、筒香頼むぞ。この男が打たないとやっぱ勝てないかな、横浜は。はい、来た、はい、来た、行こう行こう、ホームまで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 行ける。よっしゃ、先制点、先制点じゃない、同点同点同点。はい、レッツゴーいただきました。イエース、やっぱこの男だね。ありがとう。最高すぎる一打となったよ。見てくれよ、また男気を打っちゃったね。そんなクソみたいなカーブ投げても打たれるって。トゥーシームで、これどうした、男気ボールはどうしたんだ。やめたのかな、封印したのかな。打たれるからね、それはどれ投げても打たれるよ。苦し紛れのカーブなんて全然痛くも痒くもないもん。うわー、詰まった。落ちないか、落ちないか、落ちないか。意外にも落ちるんじゃないか、意外にも落ちるんじゃないか。ダメ。まあ、しかし同点ですからね。うん。チャンスは作れてますから、ここはまだまだ入れていくよね。久保もとりあえず5回まで安定したピッチングを見せてくれ。フラフラしすぎだね。ようやく抑えたね、ゼロで。よし、送りバント。そして、梶谷来たよ。ツーアウトランナー二塁。シングルで帰ってこいランナーだね。石川、足も速いし。場面では注意が必要なバッターに回りましたね。さあ、2アウトながら一打勝ち越しという場面、まあ、こういった要所を抑えていけるかがポイントになってきますから、ここは勝ち越しを許してほいっ。あー、くっそ、まんまと引っ張りシフトに引っかかるというね。ここも点が入らず申し訳ないわ。点、こんなチャンス作ってくれてるのに、早いとこ勝ち越さないと、これ怖いぞ今日の久保。よしよしよし。あ、もう立ち直ってるね、完全に。2イニング0ですわ。ヒットも0。素晴らしいよ、ロペス。あー、ダメ、チャンスを作るな。早く行くと。うわ、もうここできた、田中にヒット。はい、もうありがとう。流れるような下位打線のこの、快進撃ね。上位に打たれるのはわかるけど、まだ下位打線に打たれすぎ、あんた。ねえ。バント。さて、これでワンアウト、ランナー3塁。勝ち越しを許したイニング。このイニングもっと打たれんのか。本当にね、打たれすぎだわ。これも十分。うわー、続く、取れない。もう守備下手だわ。それ追いつかないの。そこんとこ、まあ、犠牲にしながらやってるとはいえ、しゃあないけどさ、やっぱ守備重要なんだよね。野球ってかなり守備重要だわ。それをね、この横浜の試合プレイしてたらわかるんだよ。横浜でこういう野球をプレイしてたらね、守備能力低すぎてもう泣けるもんね。それ取れないのっていうのが多いんだよな。いや、もう振ろうよ。外の球全部見逃す人ですか？で当てるんかい。どういうことだよ。ああ、もう使えねえな。ほんと使えねえ先発だわ。こいつが投げれば全部試合負けてるね。さあ、盗塁失敗、アウト。これタイミング余裕でアウトだろ、今の。ギグス何してんの？取ってからの何その無駄な動作。
ねえ、タッチ行くしに行くの遅すぎるよね。なんか無駄な動作あったよね。タイミングはもう完全にアウト、送球のタイミングはね。あれでアウト取れないとかマジかよ、こいつ。うわーお、よし、ロペスよく取ってくれた。しかし、この回2点ですよ、2点。いや、だからやめろ、その動作を、腹立つからよ。なんでお前がやるんだよ、毎回思うわ。なんで撃たれたのみたいな。不満です、みたいな。そのジェスチャーやめて、ムカつくだけだから。ね。腹立つからやめろ、気持ち悪いし。見たくねえんだよ、そんな。テレビ即消すわ。つけてるテレビを即消すね、気持ち悪いから。チャンネルを回すね。うんこを見てる気分だよ。すごく気持ち悪い目で見てる、みんなは。はぁ、最悪だな、ほんと。筒香の総力では帰ってこれないかな、シングルでは。欲しいのは長打。よっしゃー、だが帰ってこれない。どうだ、筒香いけるか。行こう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 。レッツゴー。チャレンジ精神というのはすごく大事。すごく大事。いや、もうタックルで行こう。なんでさ、ブロックしてんのにさ、スライディングから行くの、頭おかしいの？なんでタックルしないのよ。意味がわからないだろ。はい、ホームラン。この不満爆発してる中、松山に、ね、ステルスホームランですよ。気づかれないようにホームラン打たれたね。バカじゃねえの、やめちまえ、野球選手、ハゲ。クソ役立たず、無能もいいところだわ。二度と使わねえよ、お前みたいなやつ。おいおい。もう、ムカつくねえ。本当にムカつくよ、もう。なんなの、このゴミ球団、ゴミ投手ども。おかしいだろ、もう何ボードヒット打たれて何ボード盗塁決められるのよ。やめろ、どっちとも肩爆発して引退しちまえ、ボケ。ボール二度と握るなよ。舐めてんのか、本当に。誰一人として抑えようとしないからね、怖いよ、この球団。なんかもうね、やる気の問題だよ、ここまで来たら。なんか抑えようとしてない感じがもうプンプンしてるんだよね。横浜を負けさそう、負けさそうとしてる人がたくさんいる。なぜかわかんない、そのやつがなんで横浜入れたのか知らないけどね、原因不明だよ。もう3点差とか厳しすぎるでしょ。2点差ならわかるが、もう3点差無理だよ。何してるさ、あいつホームラン打たれ、最後ホームランぶざまに打たれ帰ってんだ。役立たずにも程があるだろ。高速クイックとかどうでもいいからよ、ちゃんと抑えろよ、久保よ。クイック、高速クイックの割には盗塁めっちゃ決められてるしね。もうプププでしょ、笑いしか出てない。何しに君野球してんのってなるでしょ。はぁ、もう不満しか出てこないけどね。ピッチャー変わって、左投げね。いや、もうここは左投げですから、左に強い田村で行きましょう。ダメ。大ヒットからのチャンスをつくね。あぁ。よーし、来た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 。打ってくれ、ロペス。この男、ロペス。誰もが知ってるロペス、知っちゃってるロペス。アイボール。はあ、ランナーもそりゃ進まないよ、アウトって分かってるからね。うん、進まない進まない、全然進まない。ピッチャー変えていこう、どうせ打たれると思うが。もうほらね、なんなんな、この二人何なの、田中とこいつ。ねえ、なんでこう調子悪いの。ねえ、もう調子いい時期ないよな。お前ら年中いつが調子いいの教えて。連絡するから、調子いい時だけお前来てもらうわ、試合に。ね、教えて、いつ調子いいのかな。いつも調子悪いけどさ、いつもそんな顔してるけどさ、やりたくないならやめろや。なんでやりたくねえことやってんのよ。好きなことで生きていけ、バカ野郎。やりたくないもん、嫌な顔してきてんだよ。チームの雰囲気悪くなるからやめてください。卓球でもやっとけ、お前なんて。バカか。やめろ、野球を。触れんじゃねえ。ダメ。抑えてくれた、素晴らしい。よくね、敗戦処理をしてくれたと思う。まだ打ってくれないのかな。チャンスを作れないかな。まだ終わりたくないよ。このカード負け越しで終えちゃうよ。ね。はい、終わりました。ありがとうございます。ぶち壊しですね。はぁ、もう、最悪です。まあ、エキエン打って、ジョンソン打って、なんで黒田打てないのよ。ほんで、なんでここでボコボコにされるのよ。意味がわからない。原因不明だよ、ほんとに。4対1だってよ。
負け越しで終わったってよ。久保は本当にちょっと話にならないね。この男がまともを抑えてると本当一回も見たことないからね。常に打たれてる。ミステリアスだよ逆に。常に打たれまくってるんだもんな。はぁ、残念。はい、これで1敗目、今季1敗目当たり前です。ここまでの成績を考えればあんた 3敗だからな。2勝1敗じゃないよ、3敗だよ、0勝だよ。もうファンにみんな煽られてるわ、やめろやめろって。高い金もらって何しとんねんって、税金倍払いやがれってみんな言われとるわ。ひどすぎたい試合になりましたね。絶対に勝ちたかったんですけど、男気に負けをつけられずですよ。泣きたいわ、泣きたい。はい、 DeNA が3位に後退ですね。そら落ちるでしょうね。リーグ2位も失って3位にも落ちて、はい、これで広島戦は終わりになります。また阪神と並びましたね。もうこれなんでずっと並んでんの、気持ち悪いんだけど。やめて、ずっと並んでんだよな。ま、勝っては負けて、ま、勝っては負けてを繰り返してるんでね、上に上がれないんだよね。もうここを最近ずっとこの同じことしてる感じがするよ。さて、三上か。どうしようかな。三上が使えるようになった。二軍で頭を冷やしてきたと思いますのでね、もう一度だけこの男を信用しましょう。まずね、防御率を考えれば誰を落とすのが正解だ。長田だな。お前落として三上をあげます。で、待て、浅尾はどうだ、浅尾は。違和感。あー、まだ持ってんのか、違和感。あと7日で復活か。まだこの浅尾の出番はないね。交流戦入ったくらいに使えるようになるかな。現段階でも使っていいんだけどね、やっぱ本来の能力発揮できない時点で使えないんで。野手、中島はどうなの。中島は、俺グリエルも全治22日。あ、中島あと1日か。よかったよかった。じゃあ次の試合使えるね。OK、わかりました。じゃあ、次の試合で使っていきましょう。まあ、とりあえず今回の実況はこれにて終わりね。OK。上げていこう、上げていこう。これ使えるようになったはず。これで毛が治ったはずだな。どうだ、治ってる。あ、まだ治ってないのね。オッケー。この次の次回の実況で、ヤクルト戦が始まるんですけど、このヤクルト1戦目が終わると、ここで怪我治って次の試合で上げますわ。で、次の試合で横浜戦デビューですよ。ほう、そういうことだね。よかった。戻ってきたね、この男が。わかりました。じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。このカードは、1勝2敗で幕を閉じました。こういうね、絶対勝たなきゃいけない場面で勝てないというのは辛さしかないですけども、これは負けちゃったらもう仕方ないからね。まあ現在リーグ3位ですか。まあ、実質リーグ2位ですけどね、ゲーム差並んでますから、いいとこにつけてるので、このヤクルトにですね、勝ってですね、1位に上がっていきたいと思いますのでね、明日から始まるヤクルト戦の実況もお楽しみに。じゃあグバイ、また明日会いましょう。